どうもこんにちは、たまちゃんです。それでは本日は、正式発売間近のローグライク風ハクスラゲー、ソースオブマッドネスを遊んでいきます。こちら Steam で早期アクセス版が2021年9月23日から行われていて、で、正式版に合わせて家庭用版も発売されるとのことです。で、デモ版を少々プレイしたのですが、もう超重厚なね、グラフィックスで、結構グロい感じですね。で、何よりもね、おぞましいのが、敵が AI で自動的に形成されるっていう点です。もう気持ち悪い何かと何かが融合した敵が、もうゴロンゴロンとね、転がってきて攻撃してきます。こんなゲーム他にはないんじゃないかな。ただそれがゆえ、体の部位とかがね、どうなってるのかがわからず、まあ、ちょっとね、敵の攻撃がわかりにくいっていう点はあります。しかし、悪魔城ドラキュラのね、月下の野草局あたり、まあそこら辺の戦闘バランスになっていて、まあやや優しい調整になっているとも感じました。そして特徴としましては、装備品がディアブロのようにかなりね、細かい部位に分かれています。まあこの手のね、ローグライクものでは結構珍しいですね。で、ハクスラトレハンゲーではよくある、装備品にはね、レアリティ設定がなされており、効果もね、ランダムで設定されています。しかし、ローグライクということから、まあ、死ぬとね、装備は失う系ですが、その分短い間隔でね、様々な構成をどんどん試して、で、定番のアンロック要素により、遊べば遊ぶほどキャラクターを強化できる、そんな内容となっております。というわけでね、この超独特なゲームを、早速始めていきましょう。さあ、始まりましたね。見てください。このグラフィックスですよ。まずこっちかな？はじめはチュートリアルですね。二段ジャンプがデフォルトで可能ですね。まあメトロイドバニアということで、マップのいろんな場所にはね、隠し要素があるのかもしれませんが。どうかな？マップもランダム生成なんですかね。こういう場所はダッシュで超える必要があるそうです。なんでしょうね、このね、背景物は。さあ、ここで、装備品もらいましたね。斬撃2って書いてあります。インベントリを開いて確認する。現在デフォルトでは、指輪2つ装備してますね。で、他にもこうやってね、装備できる部位がね、設定されています。で、この指輪には、コモンって書いてある通りね、レアリティ設定がありますね。で、これは斬撃2。これを装備することで、独自の攻撃がね、行われるようになります。これは、5から7のアルカナダメージって書いてありますね。LT でこんな攻撃ができますね。押しっぱなしでどんどん発動します。で、攻撃の中にはね、貯められるものがありますね。貯めてから放つみたいな。お、敵いますね。早速、得体の知れない何かいます。もうひたすらね、ぶった切っていきましょう。倒したら宝箱が出ましたが、これは火球の指輪。新たに装備しましょうか。これは火炎ダメージって書いてありますね。で、アルティメットって書いてありますが、これがため技じゃないかな、と考えてるんですけど。普通に打つとこんな感じ ?RT ですね。で、溜めてみましょうか。お、あ、これ溜まんないな。これはため攻撃じゃないっぽいね。じゃあ、アルティメットって一体何なんだ？あ、待て待てよ。今でかいの出ましたね。どうやって出した？3発打つとなんかでかくなる。そんな感じかな、これ。うん、1発ごとに、でかくなってね。そうだ、3発目だ。危ない！あ、だだ、逆打っちゃった。これ、向き固定ないのかな？うわあ！この、謎すぎる敵。一体どうなってるんだ？とりあえず連打で殺しましたが。さあ、上に宝箱。何かな？また装備品のようですね。あ、今、頭装備だ。アンコモンで書いてありますね。ライフが増えて、あとアルカナ耐性で書いてあります。何か防御耐性でしょうね。おっと、次の敵は？あ、この、火の攻撃。かなり爆発しますね。爆発して、広範囲に当たる。とても気持ちいい。この数字のばらけ具合ね。ショットガンかのような。おー、決まった。まあ、これも、月下の野草局とかね。そこら辺放送させますね。おぉ。
連隊倒せ。とりあえず気持ちいい。この謎の敵、ぶった切るだけでね。こういう場所は、この上に乗れますね。始まり、ここまではチュートリアルで。まあ今入手した装備品がなくなります。で、ここでなんか職業みたいのが選択できるはずですけど、それは死んでからかな？とりあえず今選べるのは、ジェネラリストという、そういう職業ですかね。ダッシュすると、その場になんか魔法の雲が残るって書いてありますね。その雲の中にいる敵は 10% 多くダメージを受ける。まあデバフ効果があるようです。で、こちらが暗録要素ですね。死ねば死ぬほど強くなる。まあ溜まったポイントでね、キャラクターを強化できます。現在415ですね、赤いポイントは。これは多分神殿はね、なくならないポイントですね。どれを鍛えるかですが、あ、これが今のジェネラリストですね。で、これ取りましょう。アンロックされました。他には、いろいろあるが、装備品とかもアンロックできるようですね。これらをアンロックすることで、冒険中に出るようになるんじゃないかな。あと、こちらにもありますね。これは、ああ、これ3人のうち1人選べる。これか。これアンロックすればよかったんだ。ここまでかな、とりあえず。で、初めからなんかいろんな場所にね、行けるっぽいんですけれど。まあ、多分アンロックが必要でしょうね。まずは話を進める必要がある。さあ、始まりましたが、すごいちっちゃいな。徐々に拡大して、敵いるぞ。さあ、まずぶった切る。これは敵なのか何なのか。右手の攻撃は、RT はこれですね、飛び道具。これも3発目が、ちょっと強くなるのかな。あと、右スティックでね、好きな方向に打てますね。この近接も自在か、方向は。どうかな、マップは。やはり自動生成なのかどうか。で、LT と RT、両方同時にね、攻撃が出せますね。だから押しっぱなしでよい。両方とも。さあ何かの自責暗録されたけど、上からなんか降ってきてますね。あれは壊す必要があるのかどうか。なんかおぞましい声がするけど。まずは右のあいつだな。なんか、たまに敵が光りますよね。これ攻撃の合図ですかね。よし、やった。さあ、宝箱ですね。これを開けると、炎の槍の指輪。まず敵がいるので、あいつを倒しましょう。さあ、貴様を、めちゃめちゃぶった切る。これはこの画面を開いてもね、時間が止まらない系ですね。これはアンコモンですね。5発撃つと、アルティメットかな。敵を炎上させる。どっちに変更しようか。まあ、この飛び道具を変更しましょうか。さあ、これ撃ってみると、こんな感じですね。おー、派手だ。アルティメットは？いつアルティメットかわからないが。あ、出た。今のがそうかな。最後、溜め打ちみたいな感じになりますね。よし。うわあ、哀春だ。敵を倒したかどうかはね、わかりにくいね。でかいから。しかし、まあ、とりあえず撃ってれば賭けする。これ何これ？燃えてるけど。大丈夫？これの背景も壊せますね。敵だ。よし、安うて。うわぁ、なんだこれ、気持ち悪い。貝なのか手なのか。そう、今のところノーダメージですね。やられる前にやってるみたいな。そんな感じかな。あー、食らった、ついに。で、これ敵の攻撃をかわす方法が、わかんないんだけどね。ダッシュでかわせばいいのかな。これはなんだ？転送ゲート。なんかついたよ。わー、なんだなんだ。なんだかわからないが、グロい世界についた。ほら。やったー。なにこれ。宝箱ありましたね。金色だ。これはなんだ？読めない。火球の指輪。どっちが強い？ RT で比較できる。威力はこっちの方が強いですね。しかし、発射速度。それはちょっと遅いのかな。まあ、どんどん変えていきましょうか。せっかくだからね。ここ入れますね。ちょっとしたお店ですか？お。商人ロイ。
売り買いができる。じゃあお試しでこれ買ってみましょうか。宝石の頭巾。買ってみた。で、これは装備。頭にはめられましたね。ライフやら何やら、いろいろ能力が増えましたね。さらに、なんだこれ。呪われた。なんだ？なんかやられたぞ。どういうことだ？持たせ。うわぁ。なんだ呪いって。今拾ったのはこれか。アザトースの祝福。与えるダメージが短時間増加する？ A で使えますね。使ってみようかな。あ、まだいいか。あと宝箱。これは頭巾。破れた頭巾。アンコモン。あ、アンコモンだから変えた方がいいかな。なんかキャラクターに変なね、根っこみたいなのつきましたね。これがそうなの。あ、いなくなった。あれ、また呪われた？何？何なんだこの呪いは。ちょっと左手のこの攻撃はね、打ちながらでも。移動速度は下がらないんでね。おい、変な声する。あ、でかい。ボスか？ボスっぽいぞ。おー、おー、でかい。よし。A ボタン使って、能力アップ。なんだ？なんか飛んできてんのかこれは。あ、敵の飛び道具。あとなんか落ちてるけど。あ、倒したこれ。倒したっぽいな。でかいが。火炎の何か、RB に設定された次は。これはアンコモンの火炎の盾。盾が近くの敵を燃やす。迷える魂の毒素。セーブして終了できる。ちょっと続けましょうか。これはライフ回復かな？まあ、デッドセルズでいうところの中間地点みたいな感じですかね。呪われた。これはなんだ？謎の祭壇。パイロマンサーの祭壇？なんかアンロックかな？職業かもしれませんね。早速 RB。盾使ってみた。これはそうか。炎の盾。うわ、しかし、やばいやばい。すっごいダメージもらってる。なんなんだ。敵の突進攻撃が、思いのほか強い。飛び道具が重要かな？合うぞ。うん、あとジャンプでかわす必要がある。アルカナバースト3。これがアルカナバースト。あ、これは、溜め攻撃ですね。ここは壊せますね。なんかこの呪いは、味方っぽい感じがしますね、これね。攻撃してくれる。危ない危ない。あ、お金だった。よし。とりあえず全力で。なんだ？やっぱり呪いからダメージもらった、今。あー、なんだ？よくわからないが死んだ。呪いなのか、これが。あー。一生終えた。まあ、ここら辺は、ローグレガシーとかね。そんな感じではありますね。この魔力の頭巾、初めてのレアですね。能力が確かに高い。右スティックの方向にね、攻撃が飛ぶので、逃げながら、後ろに攻撃するとか、それも可能ですね。血の犠牲、30使うことで、どうなるんだ？お試しで取ってみましょうか。まずこいつら倒しましょうか。さあ、血の犠牲。なんか3つ出てきたよ。どれか選ぶの？じゃあ真ん中だ。わあ、普通の頭巾。何を犠牲にしました？ライフかな？頭巾は今のレアの方がいいですね。滝があってなんかしてるぞ。うわあ、なんだなんだ。また、すごい叫び声が。なんだなんだなんだ。うわあ、もらってる。ダメージ。やばい。いつもが死んでそう。わけもわからずに。うわあ、なってんだ。危ない危ない。よくわからないが死ぬ。よし。ああ、食われた。なんだこれ。どうすればよかったんだ。そう、出てきましたね。新たな職業。パイロマンサー。はじめからちょっと強そうだよ。火炎ダメージ。そう、こいつは、ダブルで、火を放ちまくる。そんな感じですね。強いぞ、パイロマンサー。爽快に敵を吹き飛ばせますね。これは、闇の門。
ブラックホール。A で使える。ブラックホール。あれ？あ、なんだ？どうなった？あれ？キャラクターが。やばいやばいやばい。キャラクターが。あー！ブラックホールで！なんだ？初めてなんか、装飾品みたいなの入手しましたね。これには特に能力がついてるとか、そんなことないのかな？磨かれた琥珀、レア。この3つの部分は、普通に、能力アップ的な、そういうものがはめられるんですかね。うわー、ボス戦かこれ。やばいやばい、どうなってんのこれ。うわー、何かの、背中の上にいる。イモシ的な何か、切れるぞ、乗ったまま。あと弾1つ。危ない。うわっと、回避するぞ。ここだ、弱点ここだ、一気に切れ。やられるはやる。うおー、もうちょい。おら、やったー。どうだ、やったどうだ。毒の腐敗。打ち逃げようだね、これ。遠くには飛ばない。ボス、キャラにどうだ、この毒は。有効なのかどうか。じわじわと来そうな感じがするけどね。これが弱点かどうかわからないが、狙っていく。あ、なんかもらってる。みゆきが取れないか。毒を練習するしかない。うわー、やったー。で、本日はここまでですね。今回は、ローグライク風ハクスラゲー、ソースオブマッドネスを2時間半ほど遊んでみましたが、もういやはね、とても面白かったです。敵の造形が何よりもね、キモいですね。で、そいつらね、バッサバサと切り倒す、まあ、そこにとても爽快感がありましたが、まあ、ただね、キモいがゆえ敵の攻撃の正体がつかめないことが往々にありました。ただそれでもね、一定のパターンはあるように思えるため、まあ、あとは慣れなんでしょうね。で、こちら正式版発売前ということで、 Steam ではセールが行われていて、1300円くらいでね、買えるという、もう内容に対してとてもお得な価格となっているため、もう気になった方はね、ぜひ購入して遊んでみてください。それで、実況はたまちゃんでした。